Organization isn't about perfection. It's about efficiency, reducing stress and clutter, saving time and money, and improving your overall quality of life. 整えるということは完璧にすることではなく効率的にすること。自分の中のストレスや混乱を減らし、時間とお金を節約し、自分の人生、ライフスタイル全体のクオリティを上げてくれること。それでは整え方について見ていきましょう。Hi everyone, welcome back to my channel. こんにちは、みゆきです。今日このビデオでは How I plan and organize my life to get things done ということで、私がね、普段どうやってこう自分のライフスタイルをオーガナイズ、整理してとかプランして、で、自分のやるべきこととかやりたいことっていうのを全部やってるか、まあ、こういったね、テーマで動画を進めていこうと思います。で、実は最近お盆休みが終わってからすごいこうだらけてる自分がいたんですよね。こうやることはあるんですけど、でもどこから手をつけていいか分かんなかったし、ね、そういうこうモヤモヤした状態だと全然やる気も起きなくって、で、結局ずっとこうだらだらネットフリックス見てるみたいな、で、そういう生活がちょっと何日か続いて、ちょっとこれじゃダメだと思って、まあ、オフィスの掃除から入って、で、オフィスの掃除が終わった後は、じゃあ実際に自分が何をやるべきかとか、何をやらないといけないのかっていうのを全部整理したんですよね。で、整理することによって、まあ、自分が次に何をすべきかっていう次のね、ステップも見えたし、自分のこうゴール確認もすることできたし、で、一番はやっぱりね、モチベーションっていうのがすごくね、こう上がってきました。で、その時に思ったのは、やっぱり身の回りのね、環境だけじゃなくって、こう自分の頭の中、何を考えてるかとか、何をすべきかって、そういうのも、やっぱり整理整頓をしてあげることって、ね、ものすごく大事なんだなと思いました。なので、もしね、この動画を今見てる人で、こう最近やる気出ないなとか、お盆明けの私みたいに、なんかやることあるけど、どっから手をつけたらいいかちょっとわかんないなとか、そういう風に感じてる人は、今日このビデオをね、参考にしてもらって、で、ちょっとこう、自分のね、身の回りとか、頭の中っていうのを整理してほしいなと思います。で、頭の中の整理の仕方っていうのは、まあ、バレットジャーナルだったりパソコンだったりいろいろあると思うんですけど、今回は、以前私が自分のオンラインサロン上で、Notion っていうアプリを使ったね、整理整頓の仕方っていうのをシェアして、それが結構評判が良かったので、今日はこの YouTube にね、その Notion っていう使い方という、まあ、そういうこう動画を通して皆さんにね、その Notion っていうアプリと、まあ、私の整理の仕方、頭の中の整理の仕方っていうのをシェアしていこうかなと思います。はい、それでは早速 Let's get started。 はい、まず頭の中を整理するとは言ったんですけど、まあ、これには5つのねステップがあります。まず1個目が Brain Dump、 そして2つ目に Organize、 Prioritize、 Take Actions and Learn and Reflect。 このね、5つのステップなんですけど、まず1個目の Brain Dump、 これは、まあ、ブレインが脳で、で、ダンプが捨てるっていう意味なんですけど、まあ、要するに自分のね、頭の中を全部こう出すとかクリアーにするっていう、まあ、それがブレインダンプです。で、私はいつも何でもいい紙とかノートとかを用意して、で、それに、自分のやるべきこととかやりたいことっていうのを一旦もう本当順番とか何にも関係なく、ただただこう箇条書きみたいな感じでリスト化していってます。ただ何にもない紙の状態に、はい書いてって言われても、意外とこう書き忘れがあったりとか思い浮かばなかったりする時があるんですよね。で、そういう時はカテゴリーシートっていうのがあるんですけど、まあ、そのカテゴリーっていうのは家族のことだったり仕事のことだったり友達のことだったりお金のことだったり自分のセルフケアのことだったり、まあ、そんな感じでこうカテゴリーの中で自分のやりたいこと、やるべきことっていうのを考えていく。で、それを考えたものとか思いついたものをそうやってこうリスト化してブレインダンプしていく。で、これがまず最初のステップになります。で、カテゴリーについては、皆さんがダウンロードできるように、私が普段使ってるカテゴリーシートっていうのを、まあ、PDF にしてね、ウェブサイトにダウンロードできるようにしたので、カテゴリーを使ってね、ブレインダンプしていきたいなとか思う方は、詳細欄から、ダウンロードしてみてください。はい、そして次、ステップ2の Organize。で、ここで初めて私は Notion っていうアプリをね、使います。で、Notion は、All in One Platform って言って、まあ、仕事のことだったり、自分のプライベートのことだったり、まあ、そういうカテゴリー関係なく、全部を一つのこうアプリの中で整理できるよっていう、まあ、そういったね、便利なアプリなんですけど、私もね、使い始めて、それこそ半年過ぎたぐらいかな、経つんですけど、本当にこう、使い勝手も良くて、で、デザインもね、すごいシンプルで、すごくね、こう、気に入ってます。
で早速私がどんな風にノーションを使っていってるかっていうのを皆さんとシェアしていこうと思います。はい、今皆さんが見てるのが私のノーションの、ね、トップページになりまして、ミユキズヘッドクォーターって言って、まあ、本部っていうタイトルをつけて、で、いろいろまとめてます。でここのねアイコンも自由に変えることができます。例えばハートにしたりとか、あとファイヤーにしたりとかで、このカバーもね、もともとノーションに入ってる画像とか、まあ、イメージっていうのを使って自由にね、もちろん自分がアップロードした画像っていうのも使うことができます。例えば黄色にしたりとか。でその下を見ると、私主にねこの4つのカテゴリーがあります。セルフケア、 BB コミュニティ、自分のオンラインコミュニティで、サイドビジネス、ファイナンス、まあ、お金に関することですね。で、まあ、この主にね4つのカテゴリーを私はねこのノーションを使って、整理してます。でその下に、まあ、それぞれのねカテゴリーの、まあ、ゴールっていうのをねこうやってまとめてます。でその下に、マンスリーカレンダー、これは本当にこうスケジュール帳と同じで、まあ、自分の用事とか行事とかイベントっていうのをここにこう忘れないようにね、書いていきます。例えば、まあ、8日に、来週の8日になんかこう何でもいいんですけど、スペイン語のレッスンがあるとする。そしたらここにスパニッシュレッスンみたいな感じで新しくページを作って、で時間をね設定することもできます。このインクルードタイムっていうのをチェックボックスをオンにして、するとここにね時間が出てくるので、例えば夜の7時からだったら7時ってセットすると、ここにね7時って時間が表示される。で例えば持ってくるものとか、まあ、ノートとかね、もちろんこうレッスン中に学んだことをこのページにね書いていくのももちろん OK なんですけど、例えば持っていくものとかを忘れずになんかこうメモしときたいなって時は、このトゥードゥーリストを使って、例えば鉛筆とか消しゴムとか、あとノートとか、こんな風にまあ、チェックリスト作ったり、文字を大きくしたり色をつけたりね、そういうこともすることができます。で外をクリックすると、まあ、こんな感じで、スパニッシュレッスンっていうのをこんな感じで予定を立てることができます。ただ私8日にスパニッシュレッスンはないので、とりあえず、消しておきます。で次に、まあ、この一つ一つの、ね、カテゴリーを見ていこうと思うんですけど、例えばこのセルフケア、まあ、セルフケアとは言いつつ、まあ、学んだこととか旅行が入ってるので、あと本読んだ本とか、まあ、どっちかっていうとセルフケアっていうより、まあ、プライベートのねライフ、私の、プライベートなことについてなんですけど、まあ、例えばこの2020年の、まあ、読んだ本とかポッドキャストをまとめたページになると、私が星1から5まででこう勝手に自分でレビューした今年読んだ本とかポッドキャストとか、まあ、そういったものをねまとめてます。で、まあ、新しくなんかこうレビューが書きたいなとか、その本で読んだなんかちょっと内容を覚えておきたいなと思った時とかは、まあ、その読んだ本のタイトルをクリックして、するとこうやってまた新しい、ね、ページが出てくるので、ここにこうレビューとか感想とか、あと学んだことっていうのを書く。で、まあ、ここにねこうやって書いていくことができます。書いていくことができます。でまたヘッドクォーターに戻って、で私のオンラインコミュニティ、まあ、それこそこういう YouTube とかあとポッドキャストとかもやってるんですけど、そういったこうコンテンツを作るのに私が一番よくこのノーションでね一番よく使うページですね。それが、まあ、コンテンツクリエーションで、さっきとこのフォントが違うの気づいた方もいると思うんですけど、ノーションはねこの右上の点3つの設定ボタンみたいなのを押すと、ここからねフォントを変えたりすることもできるんですよ。で、まあ、私ページによってフォントを変えてます。でこれは本当 YouTube だったりポッドキャストだったり、自分がオンラインコミュニティ、自分がやってるオンラインコミュニティ用になんかコンテンツを作っていく上でよく参考にしてるとか、これをねベースにコンテンツを作ってます。で最初にコンテンツカレンダーですね。これはいつ何をポスト、例えば YouTube だったら毎週火曜日とか、 Instagram だったら毎週月曜日とか、まあ、そういう風に何曜日に何をやるっていうのをこうあらかじめ決めておいて、でそれを例えば Instagram だったらこの紫のハートとか、 YouTube だったらこのイチゴの絵文字を使って、だからここら辺ですねとか、まあ、そんな感じでこうパッと見て分かるようにしてます。で、さっき本と一緒に、本と同様にこのね一つ一つのコンテンツ、例えば私の
先週配信した英語のルーティーンのポッドキャスト、YouTube ビデオについてはこうやってあらかじめページを作っておいて、このページの中で、まあ、例えばその動画を始めた動画を作る理由とか、あとインスピレーションアイディアとか、どんな動画にするかとか、あとなんかそういった、あとやることリストとかいうのをこうやって作っていって、でスクリプト、ビデオの中で何を言うかですね、そういうのをこんな感じで中に書いています。はい。でさっきの、コンテンツクリエーションのページに戻って、でこれはまあなんとなくこう自分が覚えておきたい、スケジュールですね。例えば YouTube だったら1週間に1回とか、ポッドキャストも1週間に1回とか、なるべくこう自分が、来週のとか来月のコンテンツを計画していく上で、まあ、こういう頻度参考にしながらコンテンツっていうのをねプランしていきます。でこっちのリソースは、例えばこの YouTube のテンプレートっていうのを開くと、まあ、YouTube の動画を作るときに、なんかこう参考にすることとか考えないといけないこと、例えばコンテンツの内容とか、あとビデオのタイトル、動画のタイトルだったりとか、あとトゥードゥーリストっていうの、こういうのをまあテンプレートとしてあらかじめ、作っておいて、で例えばじゃあ来月とか来週新しい動画を作りたいなって思った時に、これをそのまま移動しちゃうとこのテンプレートがねここから消えてしまうので、これをまずはコピーします。このディプリケートっていうのを押して、するとこのページがね同じ そっくりそのままコピーされるので、このコピーしたものをドラッグアンドラッグして、自分がこう YouTube をポストしたい時期っていうの、ポストしたい日っていうのを選んでそこに入れる、でクリックして、でまあ、タイトルが決まってたらもうそのタイトル入れてもらっていいんですけど、私は全然決まってないので、まあ、YouTube ニュー YouTube ビデオ新しい動画っていうことで、まあ、タイトルつけて、でここになんかこう新しく思いついたYouTube の動画の内容だったりとか、まあ、そういったものをこうやってこのテンプレートに沿って書き出していきます。でその下です。でこれがコンテンツのアイディアですね。こうよく散歩してたりとか、何かこう日頃ね生活してる中で、あこういう動画作りたいなとか、こういう、まあ、ポッドキャストとか何でもいいんですけど、なんかこうコンテンツのアイディアを思いついた時にちょっと忘れたくないなって思った時は、まあ、こうやってメモするようにしてます。例えば私が、まあ、何でもいいんですけど、じゃあ朝のねモーニングルーティーンのビデオを作りたいなと思ったとする。でそしたらまだねそれをいつ作るか分かんないけど、でもこうアイデアとして残しておきたいから、ここにね新しくニューっていうプラスを押して、でモーニングルーティーンビデオみたいな感じで、ここで残しておく。すると次何ビデオ作ろうかなって考えた時に、このコンテンツのアイデアの中からちょっとこう自分が作りたいなってものを選んで作ることができます。でこれが私の主なこう自分のオンラインコミュニティを運営していく上で使っているコンテンツクリエーションのページになります。で残りもまあ似たような感じですね。例えばグラフィックデザインとか、あとグラフィックデザインのページだったら、まあ、今やってるプロジェクトとか、これ最近作ったページなので全然こう更新してないんですけど、まあ、こんな感じでプロジェクトのスケジュールとか、あとミーティング、グラフィックデザインのなんかこうデザインプロジェクトのミーティングの内容をノートに取ったりとか、あとファイナンスっていうと、次ベトナムにね移住するっていう予定があるので、私はその中でベトナムに行く前にやるべきこととか、あと持っていくものとか、ベトナムで仕事をね探すときに絶対にこう欠かせない条件とか、そういうのを書き出したりしてます。で以上がね私のこのノーションのねセットアップの仕方になります。で実際にね次はこうどうやってこんなこう表とかをね作っていくかっていうのを軽くこうご紹介したいんですけど、例えば今私がこの最初のねヘッドクォーターのページにないのが、まあ、ウィークリートゥードゥーリストですね。こう週単位でやることっていうのを、まあ、そういったこう週単位のやることリストを作りたいなと思った時に、まず最初にテキストで、まあ、ウィークリートゥードゥーみたいなタイトルをつけたいと思います。でこの文字をまずは大きくして、でその下にこのプラスボタンを押して、で結構こうやって下の方に行くとこのボードですね、ボード、例えばこのボードが出てくるので、例えばウィーク1、9月のウィーク1とかだったら、
September Week 1みたいな感じでタイトルをつけて、でこのね、ノーステータスっていうのは基本こうやってハイド、隠すにしたら、この右側にね来ます。で終わったやつをこの中に入れてったら見えなくなります。でこの一番最初のところに例えば Monday とか Tuesday とかこうやって日付っていうのを書いてって、で、まあ、例えば月火水だけ、本当はね金曜日まであるけどちょっとスキップして、じゃあ月曜は歯医者さんに行かないといけないとか、そしたら、まあ、歯医者さんに行くとか、あと YouTube の撮影しないといけないとか、あとロゴのデザインのプランニングをしないといけないとか、まあ、そんな感じでこう自分のやることっていうのをこうやって書き出していきます。まあ、こんな感じでNotionを使えば本当にこうカレンダーだったりこういう風に、ね、トゥードゥーリストでこうやって移動がすごくこう簡単にできたりとか、フレキシブル、柔軟になんか計画を立てていくことができる、プラスページの中にねページを作ることができる。だからさっきも見てもらったと思うんですけど、このコンテンツクリエーションの中で例えばこのねビデオを、このねノーションを使ったビデオを作る時もこうやって、私は YouTube のノーション用のビデオっていうのを整理作る上でこう必要なこと、ビデオのタイトルとか何を入れるかとか、あと入れたい引用とか、なんかそういうの、あとやることとか、そういうのを全部まとめたページとか、スクリプトですね、何を言うかとか、そういうのをこうやって全部まとめてから実際に動画を撮っていくとか、まあ、そんな感じでひたすら整理整頓してます。はい。ですごくノーションの便利なところって、まあ、こんな感じでコンテンツタイプとかこうやってカテゴリーをね設定することができる。例えば私だったらこの、コンテンツはどんなカテゴリー、ジャンルのコンテンツかっていうのをこうやってカテゴリーごとに、カテゴリーっていうかタグをねつけることができるんですよ。で例えばこのカレンダー上でタグを見せたいとか思った時も、このプロパティっていうのを押してカテゴリーとか、あとコンテンツタイプっていうのをこれにチェックをつけると、すぐにこれがインスタグラムなのかとか、あと YouTube なのかとか、そういった自分がねタグをつけたものをこうやって表示させることができます。でもう一つ整理整頓をしていく上でものすごく大事なのが優先順位、プライオリタイズ、ステップ3の優先順位をつけることです。で例えば私だったらこの、例えばね月曜日に3つやることがあるんだったら優先順位をこの中でつけるとして、番号っていうのをねつけるようにしてます。例えば1番にこの YouTube をやらないといけなくって、で例えば2番目に運転免許の更新とか、こんな感じで番号をつけて、で一番ねヘビーなタスク、一番こう時間がかかったりとか労力が必要なタスクっていうのを最初にねやっていく。でそうすることで、まあ、物事をね早く終わらせるとか、生産性を高くしていくためのコツになります。はい。ここで優先順位をつけるにあたり便利な、質問があります。 What is one thing that makes you move forward dramatically? 今日の自分を思いっきり前に進めてくれるタスクを一つ選ぶとしたら何ですか？これを考えるだけで優先順位の付け方がものすごく変わってくると思います。で、終わったものは例えばこうやってずらして、で、この隠れているコラムに落とすことによって、まあ終わりましたよっていう、ここからね消えてなくなるので、まあ終わりましたよっていうことで、実は終わってなかったって思った時もこうやって元に戻すことはできるので、まあそんな感じで、こうデジタルでも自由にこうやって動かせたりとか、タスクをね動かせたりとか、あとリスケ、スケジュールがね簡単にこう変更できたりとか、すごくねこうバレットジャーナルとか手書きにはない便利さっていうのがこのねノーションにはあります。で見てもらったら分かる通り、こう自分でね可愛くしようと思えばすごくね可愛くすることもできるし、まあ、こんな感じで私はアクセントとして絵文字をね一つ一つなんかこうページにつけたりとかして、でこれ作るのもすごい楽しいし、こうやってねオーガナイズ整理されることによって自分がね何をやるべきかっていうのもクリアにねすぐパッと見て分かるし、でその中でこう忘れないようにこうまたさっきも言ったけどページを作って、でそのページの中でね自分のこう思ったこととか忘れたくないことっていうのも書いていくことができるので、このノーションはね本当にこのオーガナイズをする上でものすごく便利なねツールだと思います。
で見てもらったら分かると思うんですけど、ここにこうメインの、ね、ページがあって、その横にこうやってリスト化されてるものがありますよね。これもすごくこう便利で、例えばコンテンツクリエーションとか、こう自分の行きたいページに、ね、すぐ飛んだりすることもできます。で、例えばコンテンツクリエーションとか、私すごくこうよく使うページ、もうめちゃくちゃよく使うページなので、このね、フェイバリットっていうこのね、ボタンを押せば、こっち側にこのフェイバリットっていうセクションの中にこのコンテンツクリエーションっていうページができます。で、例えばすごく自分がよく使うページ、私だったら今この動画をね作ってて、でこのページすごくこうよく今のところね使うので、今週はよく使うので、ここにフェイバリットっていうボタンを押すと、これもまたここにね表示されて、ノーションを開いてね、すぐにこうアクセスしたいなと思った時に、このフェイバリットの中にあるこのページをすぐ押せば、すぐ自分のこう行きたいページにアクセスできるので、このねフェイバリット機能、まあ、お気に入り機能ですよね。こういうのもすごくこう便利なのでよく使ってます。はい。で、ステップ2、3で、オーガナイズして優先順位、プライオリタイズして優先順位を決めて、で次にね、ステップ4としてテイクアクションズです。で、これはもう本当に当たり前のことなんですけど、計画して、はい終わりだけじゃなくて、実際にね、その計画をベースに皆さんにはね、実行、アクションを起こしていってもらいたいなと思います。で、ステップ5の Learn and Reflect で、まあ実行して、はい終わりでもなくって、その実行して自分がこう学んだこととかね、気づいたことを活かしながら、自分のね、こうプランニングスキルっていうのもこう磨いていってほしいなと思います。で、この実行した後をこう振り返るって、まあ、いろんなやり方があるんですけど、まず一つ目がタイムトラッキングです。で、タイムトラッキングは、自分が実際にねこのタスクにはどのぐらい時間がかかったかっていうのを、まあ、記録していく。例えばそのタイムスケジュールの隣にこのタスクは1時間ぐらいかかるって思ってたけど、実際は3時間かかったとか、そういうのをこうメモしておくとか。で、そんな感じでタイムトラッキングして、だいたいどのタスクにこれぐらいとか、これとこれとこれが必要って、そういうのが分かってきたら、まあ将来ね、自分がこれから先何かをプランしていく上で、そういうのってねすごい役に立ってくる。で、もちろん時間だけじゃなくって、自分のこう集中力とかエネルギーにもちょっとこう気を配ってほしいんですけど、例えば今日1日とか1週間を振り返って、自分は午前中にすごくこう集中力が高いとか、午後に集中力が高いとか、まあ、そうやって人によってバラバラだとは思うんですけど、そういったこう自分のフォーカスレベルとかエネルギーレベルっていうのにも、ちょっとこう気を配ってほしいなと思います。で、私はだいたいそういったこう週の、ね、途中とかでなんか自分が気づいたこととかあったらメモしといて、で、だいたい日曜日の、ね、夜にまた私明日から始まる1週間っていうのをプランするんですけど、その時に今週学んだことっていうのをこう活かしながらプランニングしていく、新しい週間を、ね、プランニングしていく。で、そうやってやっていくことによって、自分に合った自分だけのこうプランニングスタイルとかスケジュールの仕方っていうのが出来上がっていくと思うので、この実行して終わりだけじゃなくって、まあ、その実行したことを振り返るっていう作業も忘れずにやってほしいなと思います。はい、というわけで、今回のビデオでは、まあ、主に Notion というアプリを使った、まあ、整理の仕方っていうのをシェアしたんですけど、もしかしたらパソコンとかデジタルじゃなくってこうアナログ式で、例えばこうジャーナルを使ってとかバレットジャーナルとか、そういうスタイルでこうちょっと整理したいなと思っている方もいるかもしれないので、もしこうバレットジャーナルとかこう実際にパソコンじゃなくってデジタルじゃなくって自分のこう手を使った、まあ、そういったこう整え脳の中を整えるとか、まあ、スケジューリングの仕方とか、そういうのが興味ある人はぜひコメント欄で教えてください。はい、というわけで今日もここまで見てくれてありがとうございました。もしこのビデオが役に立ったよって人は、いいねボタンを、そしてもしこういったこう時間管理とか生産性を上げるプロダクティビティの上げ方とか、まあ、ヘルシーなマインドセットとか、そういうのにね興味がある方はぜひチャンネル登録をしてくれると嬉しいです。それではまた次のビデオでお会いしましょう。 Thank you so much for watching this video and I'll see you guys in the next one. Bye!